の委員会で消防罪の反対討論をしていた衆議院議員上西さゆりさんのスピーチです。よろしくお願いします。立ち止まれません。無事に立ち止まれませんので移動してください。皆さんお疲れ様でございます。ただいまご紹介をいただきました衆議院議員の上西さゆりでございます。まず皆さん方には本日お詫びを申し上げたい。私は4年5ヶ月国会議員としてお仕事をさせていただいている。そのうちの半分の2年間公務員としてお仕事をさせていただきました。そして今日国民として恥ずべき共謀罪が強行採決をされてしまった、その場に居合わせた公務員のうちの一人です。皆さん方が連日こうやってご活動をしていただいている、それにもかかわらず強行採決をしてしまった、このことをまずはお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。ただ皆さん方には一つ分かっていただきたい。野党の議員、今回は一人も審議拒否をすることなく、席を空けることなく、最後の最後まで徹底抗戦をさせていただきました。ありがとうございます。金田法務大臣ののらりくらりとした答弁、これは不信任決議案を出されても当たり前の法案、当たり前の状況であります。こういった金田法務大臣、たとえ30時間この審議を重ねていったといえども、実質何にもなかった。野党がいくら審議を重ねようとしても、前に進めようとしても何一つ見えてこなかった。見えてきたのは大臣の無視、そして自民党議員、公明党議員、与党議員がいかに共謀罪という法案を理解していないかということなんです。私はこの共謀罪について2回質疑に立たせていただきました。その中で何を野党が訴えても、そして与党議員が何を考えなくても、この法案は今日の週末を迎え強行採決を迎えてしまった。これは当然与党が3分の2以上の議席を取ってしまった、このこともあり得る、そのことも一つの要因なんです。ですから国民の皆さん方には分かっていただきたい。これがあったからこそ強行採決が行われてしまった。ぜひとも、ただ私たちはこの次もこの次も戦い続けます。勝つまで私たちは戦い続けます。ですので最後の最後まで皆さん方のお力をいただきたいと思います。今回の共謀罪成立する、その前に皆さん政府組この法案成立されました。そしてフルスペックの投票法も成立をしているんです。これはまさに戦前の特攻警察、これが最大をしていることに他ならないんです。そう、取り締まり、こういうことが現実皆さん方の目の前に迫ってきているんです。普通に暮らしている人たち、彼ら法務大臣はしっかりと明言しました。一般人も対象になるんだ。で、法務大臣と副大臣の答弁が違った。一般人が対象になるのか一般人が対象にならないのか、それさえも全く明確にならない。今政権与党がしていることは自分たちの意思にそぐわないことを取り締まる。共謀罪が本当に成立されれば、ここにいる皆さん方の表現の自由、憲法で保障されている表現の自由さえも取り締まれてしまう。こんなことはあってはならないんです。そういったことを今安倍政権は数の論理、これに押し切ってなんとか通そう、全てを通そうとしているんです。何回共謀採決が行われました。ぜひとも今回国民の皆さん方には、ここにいる皆さん方だけじゃなく、そして全国の皆さん方に気づいていただきたいことなんです。これからも我々戦い続けます。ぜひこれからも皆さん方のお力をお貸しください。我々は最後の最後まで野党共闘、そしてなんとかこの一挙、今安倍政権がいくら理不尽なことをしても立ち続ける、こういった理不尽な状況に打ち勝つために、これは野党共闘しかありません。皆さん方のお
お疲れです。